Enix. なって言ったでしょ。何のための口引きだと思ってんだ。はい、順番順番。はい、A組以外は、はい、戻る。はい、戻って戻って、みんな。早く、早く、部屋に戻って。戻りなさい、早く。何、宇佐美先生、困ります。昼間からお酒を飲まれては大丈夫ですか？ お部屋に戻られた方がいいんじゃないですか。すいません、吉川先生、ちょっと飲みすぎちゃいましたね。部屋に戻って休みます。本当大丈夫ですか？私、伊吹先生に行って薬持ってきてもらうように頼んでみます。はい、あ、すいません、はい、少しだったもので。部屋に水を。かしこまりました。 ここにいらしたんですか？よかった、間に合わないかと思って心配しちゃったんですよ。あ、そうだ、これなんですけど、読んでみてください。ね、私いたずらだとは思えないんですよね。翼さん、宇佐美先生見なかった？え、 そこですれ違いましたけど、お部屋じゃないんですか？それがいらっしゃらないのよ。後部車両のトイレかもしれませんわね。皆様、右前方をご覧ください。ただいまよりユーラシアエクスプレス号の車窓からご覧いただける名所旧跡のご案内をいたします。中国は皆様もご存知の通り4000年の歴史を持つ伝統ある国です。各地には名所だけでなく、 通路の方が騒がしいんですよ。行ってみましょう。なんで開かないの？ここ怖いよ。開かないで。
どうしたんですか。車掌さん、このドア開かないんです。どうなってるんですか。かなえ、どうしたの。先生、事件起こっちゃいました。え、こんなやつに捜査任せるんですか。大丈夫です。この先生なら必ず犯人を見つけ出してくれます。しかし、いきなり信用しろって言われてもだな。どうでした、あの扉開きそうですか。はい、後部車両と連絡を取り合いましたが、やはり一旦列車を止めないとどうにもならないようです。次の駅は半町ですわね。どのくらいかかるんですの。約2時間後に到着の予定です。あ、それと班長には地元の警察が待機しているそうです。じゃあこんな奴の勝手にさせることないですよね、伊吹先生。私は吉川先生がお決めになるのが妥当だと思いますわ。このクラスの担任ですし。はい、私はこの方に捜査をお任せしようと思います。西倉先生、お願いします。まあそれほど言うなら。お聞きの通りです。よろしくお願いします。犯人を見つけ出して早く生徒たちを安心させてやってください。ありがとうございます。この105号室が私たちの臨時の事務所ってことですね。あ、いけない、あと2時間しかないんですよね。すぐに捜査始めなくちゃ。これ人物メモです。みんなのプロフィールを簡単にまとめておきました。ポケットに入れといてくださいね。詳しい資料が必要だったら東京の事務所にいる秘書の玲子さんに送ってもらいましょう。常務室にファクシミリがあるそうですから。みんなはそれぞれの部屋で先生が質問しに来るのを待ってます。私はいつも先生のそばにいて大事な話をこのメモに記録します。見たいときは人のいないところで指示してくださいね。じゃあ私先生についていきます。お願いしますよ先生。何でも聞いて。ユキノたちと記念写真撮ってました。ラウンジで景色見てからまた後ろの車両に行こうと思ったら扉が開かなかった。何のこと。私字書くの苦手なんだけど。何でしょうか。随分と曖昧ですわね。そのような質問にはお答えできかねます。
いいえ、出しておりません。私、生徒たちに何か伝える必要があるときは直接会って話すようにしております。その質問にはお答えしました。